祭りやと1円落としが好きです。どうも始まりました皆さん、実況者マキマス、進撃の巨人2ファイナルバトル続きやっていきたいと思います。いやー皆さん、ま、祭りやったらスーパーボールすくいか射的か、金魚すくいか1円落としですよね。もう4つ好きです。うん、まあ、祭り行ったらもう興奮しすぎて、もう多分、まあ、明日も行きたくなる。うん、それぐらい。2日連続行きたい、ま、祭り行きたくなるぐらいレベル好きです。はい。まあ、やっていきますか。この挨拶ね、一切進撃に関係ないんで、はい。で、前回ですけど、確かね、エレンちゃんが、連れ去られましたね。ライナーとベルトルト、正体明かしたあいつら2人に、はい。もう僕の仇なんでね、ライナーは、はい。ライナーも骨も残さない。絶対に殺します。はい。ハンネさん、いきますか。エレン、5年前のあの日、俺はと、うん、後悔してんねや。前回の続きですね。うん、なんだ過去回想か。足早いな、こいつら、子供やのに。カス、カルラ、いや、子供じゃ無理や、それは。子供じゃ無理。家の重量舐めんな、おい。歯、綺麗。歯茎たっぷり。歯茎、チョコたっぷりみたいな言い方すんな、おい。マジかよ。カルラ。逃げなさい。うん。俺の母さんもこれぐらい綺麗だったら。ハネさん。見くびってもらっちゃ困るぜ。おう。ハンネス、この時から老けてんな。お前だけ助けるか。おう、戦った全員助ける賭けに出るか。おう、頑張れ。うん。え、どうしたハンネス。いや怖いわ、こんな頬骨がすごいよこの人。俺はめっちゃビビってるやん。これさ、マジで。ハンネスさん、よかったけどさ、この時いかんで。多分ハンネスさんやったらボロ負けしてるからさ。うん。ただ、俺やったら助けてほしかったな。ハンネスさんやったら多分ボロ負けするからしゃあないけど、俺やったら彼ら 見殺しにできへんわ、死んでも。カルラー、ちょっとこのシーン映すの、なんで見てんねん、お前も。おい、ええねん。お前、トラウマなるて。エレン、やめろー。ああ、血ないやん。さすがにちょっと過激ってか、それは。それはちょっと過激ってか、ゲームの演出的には。行くぞ。マジかよ。今度こそ俺は逃げねえ。もうあんな思いはしたくねえからな。それはお前ただビビってるだけやけどな。あれ、あ、こっち？ OK、ちょっと話聞いてみる。じゃあ、アルミンとミカサに。エレはきっと無事でやす。必ず私が助け出す。いいね。さあ、急いで出発しよう、まず。今から向かえば、まだライナーたちに追いつけるはずだと。うん。いやー、マジでひどいなー、なんな。ひどいって言うともだ、しーって言うともだな。つまり夜までに巨大樹の森に到達できれば、エレンたちを奪還できるかもしれないってことだ。さあ、まず出発の準備はできてるかい？はい、行きましょう。うん。まあ、ここでまだですって言ったらもうこのゲーム終了やから。俺も実況したいんで、はい。実況するためだけに生まれてきた、まあそれも過言ですね。うん、過言でした。はい。ごめんなさい。それじゃあ出発だ。頼んだよ。人類の面は君たちにかかっていると。うん、行きましょうか。通いって、空いてくれた。うん、あんたたちはこれから、うん、私らをどうするつもり。ちょ、無から煙出てんねんけど、これどういう状況、これ。これ無から煙出てない。もしくはギアセカンド、これ。これモンキー・ディ・ルフィのギアセカンドしてる。煙の発生場所がおかしいぞ、これ。壁から出てんねん。壁じゃないわ。その空間から、大気から出てます。そろそろ教えてくれよ、あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来て。ごめんなさい、音声やったわ。って言って従うわけがないことぐらい分かってる。うん。だがここはウォールマリア内の巨大樹の森。イザナミこいつ。巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても、イザナミ弱ったところを他の巨人に食われるだけだ。そうやな。つまり、うん、巨人が動かなくなる夜まで、俺たちはここにいるしかねえのさ。おかしいってマジ。煙の発生場所が壁、空間から出てんで、空間からどうなってんねや。風、ずっと働き詰めじゃねえか。どうしたらいいな、おい。ん？巨頭家も、はてな、はてな。二人とも、何言ってんねん、こいつみたいな。その後でいい。昇格？
ライナ。いや、お前は頭痛いんか、どうした、お前何もしてないやろ、さっきの戦闘、前回のパートの。ふざけてんのか。ああ、ふざけてんのか。殺されてんなら普通にそう言え。は？何怒ってんだよ、エレン。うん。俺が何かまずいこと言ったか。あ、こいつ頭おかしいわ、みんな。皆さん、ライナ頭おかしいわ。うん。これホモやからかな。ホモやから頭おかしいんか、これ。なあ、ベルトロさんよ。うん、ベルトロさん。何か知ってんなら、いい加減黙ってないで何とかしてやれよ。うん、お前まず喋れ、ベルトル。ライナ。うん。君は兵士じゃないだろう。うん。僕らは戦士なんだから。ここ原作読んだときはね、兵士と戦士の違いがちょっと僕みたいに頭弱いやつには分からんくて。こいつら、そんな違いあるとか思いながら読んでましたね、はい、当時は。違いあるかと、兵士と戦士の。なんとなくだが、分かった気がするぞ。おう。おかしいと思ったよ。壁を破壊したやつが、命がけで仲間を助けたりなんてな。うん、ウトガルド城で助けてましたね、ライナーはね。おそらく本、原作では。壁の破壊を目的とする戦士だったが、ゲームではなかったけど、そのシーンは、うん。兵士を演じるうち、どちらが本来の自分か分からなくなった。うん。いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず、うん、無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込むようになったんだ。まあ言ったら子供の時からな、言ったら10歳とかやろ多分な、ライナーとかも。結果心が分裂し、それで別の国にみたいな。話が噛み合わなくなることが多々あったって様子だな。うん、ベルトルさんの呆れ顔を見る。あ、ユミル、あの説明ありがとうな。うん、俺みたいなアホなやつに分かるようにありがとうな。ふざけんじゃねえよ、ふざけんなよマジで。お前らな、ああお前らは兵士でも戦士でもねえよ。ただお前両腕ないけどな、エレン。ちょっとかっこいいこと言いそうやけど今、ただの人殺しだ、うん、人殺しやお前らボケ、ホモが。ふざけんな、大勢殺した大量殺人鬼だ。ホモは大量殺人鬼やボケ、お前ふざけんなよ。その人殺しに、うん、何を求めてんだよお前は。逆ギレじゃないか。謝ってほしいのか。逆ライナー、お前バリバリの逆ギレやん。お前こんな分かりやすい逆ギレあるか。お前ごめんな、ホモって言って。それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けたろ。わめきわめき、そうだな。え、俺どっちタイプ、どっちの立場な。俺わめきわめきって、どっちの立場。俺、すいませんね皆さん、はい、苦しんで死ぬように、うん、努力するよ。これやばいよな、このセリフ、うん、ユミル、うん、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。うん、俺らに連れて行かれたらまず助からないってな。うん、正直に言うがその通りだ。いや、だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。クリスタ、金髪美女、それは大事だ。ユミルの気持ちを考えたら分かる。ライナ、なんだ。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ、うん、こっち側に連れて行く理由はある。うん、自分のわずかな命か、クリスタの未来か。うん、選ぶのはお前だ。これひどいよな、この選択、これ二択。こんなん一つしかないやん、自分の命やろ。信玄団調査兵団が助けに来たのか、うん、来るやろな。クリスタだ、クリスタがそこまで来てる、うん、連れ去るなら今だ。お前連れ去るにしたって今は無理だ、うん、成功する可能性が低いだろう。機会を待て、チャンスを待て。今じゃなきゃ嫌だ、今はあいつに会いたい。めっちゃ好きやん。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。ユミル、お前クリスタのことをむっちゃ好きやん。いや、わかるけど可愛いもんな、うん、お前らが今クリスタを連れて行かないのなら、うん、ここでお前らと戦って邪魔をする。いいね、うん、はい。お、来ましたね、突撃第5章。こっちかな、ちょっと行ってきなじゃない、何してんねんおい。なんで、ちょっと待って、あ、操作方法忘れてました、はい。何してんねんおい、なんで急に俺双眼鏡開いてんねん。こうかな。森のどこかにいるはず。 OKOKOK 早く探さなければ。ちょ待って邪魔な巨人が。オッケー、もうちょっと火力エグいよな。うん、操作方法忘れてんのはこれしゃあないんで、許してください。もう僕もわかんないです。急に双眼鏡開きます、すいません。馬ちゃん、もうね、行きましょうか。うん、全員倒したらええんかな、とりあえず。
あの上のやつはいいかも。なんか適当に D ランクがやってくれるよ、うん、適当にね。こいつも倒せますか。死亡、あの勝手に知らんといてくれへん。あの痛い、もうマジかよお前。クソかマジでお前、 D ランクの兵士のせいでダメージを負っちゃいました。はい、あのちょっと気になってしまって、はい、他人の命ちょっと気になってしまって、はい、僕あの人徳あるんで、はい、人徳あるんじゃない、その優しさあるんでね、はい、急になんか他人からの信頼があるみたいな言い方やめてくれへん。信頼あるやつはあのエロポケとかしません。はい、エロいポケモン捕まえ、うんうん、危ない危ない、命が助かったら何でもいい。うん、クソがめっちゃ強いやんけこいつ。マジかよおい。あ、うん、うん、おちょっと、あの、悠長すぎひん俺。俺、悠長すぎひんか。うん、あと、あの、助けてくれへんか、ミカサたち。うん、あの、俺一人でもう6体ぐらい、6体ぐらい相手してんねんけど、今。そんなことないですか。周りの兵士は何してるんですか。危ないです。うん。じゃあ、あの、え、俺一人でこんな戦わなあかんのな。ミカサとか、え、ライナーとか、ライナーちゃうわ、あのアルミンとか助けてくれへんのかおい。何し、あ、危ない危ない、ちょっとあの緊急回避多すぎ。緊急回避多すぎやわ、ちょっと待ってくれ。一旦落ち着かして。うん、あのトークもちょっとままなってないから。うん、あの血だらけです。うん、赤髪になっちゃった、もうシャンクスになっちゃったもん俺。ちょっと待ってよ。他のやつ助けてくれへんのか、俺がこんなにヘキヘキとしてんのに。他のやつであの苦戦してたんやな。じゃあしゃあないわ。うん、クリスタ、やっぱり君は前線に出ない方が、いや、あの多分あのアルミも出やん方がええと思うで、ね、うん、お前はあの後方で指示してた方が絶対に、あの、のたれ死ぬより、うん、多分のたれ死ぬから普通にアルミちゃんは。こいつも倒すか。ライナ、オッケー。うん、デルトルト、どうしてこんな、いやほんまやで、マジで、あと何してんねやマジで、ほんまに。で、そのシーンが来るよね、多分ね、もうちょっとでね、ここやったら。危ねっ、くっそ、このデブがマジで。口悪いな、おい。あかんあかんあかん、口悪いのあかんで。OK。多分全部倒さなあかんね。うん。エレンの捜索性どうなるのかな、わかんねえな。あ、その謝らんでええで。アルミは謝ってくれたな。うん。そんな、あの、コナンも生きるか死ぬかの世界から全然そんな謝ってる余裕はねえって、あの切ってくれへん。ある意味そこがお前があの B ランクの、うん、B ランクの証明やで、分かったか。まあちょっとあの、あ、C ランクか、ちょっとあのちょっとだけ格上げしちゃった、ごめんなさい。はい、そんな謝る必要ないと思うけど。あ、じゃあ馬違うって、ごめん黒馬ごめんな、マジで俺の国王ごめん、お前やと思ってたら全然違う、なんかそこら辺の女やった、ごめん、マジでごめん。ね、こっちか、多分こっちに集中してるってことはいっぱいおるんかな。ちょっと補給しますか。採掘をなんとかにしといて、オッケーオッケー、行きましょう。あ、 D ランク、うん、なんか D の方がかっ、なんかその色味こう分かる、みんな。こう B はさブロンズやん、でも D はなんかさシルバーやん、だからなんか D の方がすごい感じがする。うん、 D を D っていうぐらい、あのそういうおっさんおるよね、 D を D っていうおっさん。うん、ちょっと恥ずかしいねんな、うん、H を H っていうやつね、ちょっと恥ずかしいねんな。あの中学生の時はマジであの思春期なんでね。そんなあのそういうおっさん教師、あのちょっと嫌いでした。こいつ急に下ネタ言うやんみたいな感じで、うん、まあいいでしょう。 OK、 倒せ、グンタ倒せ、グンタ、うん、オーケー、いいね、いいダメージだ。あ、ゴリゴリだ、すごいゴリゴリだ。あ、最近あのブレイキングダウン、あの朝倉未来のブレイキングダウン見たから、こんなゴリゴリ見たらちょっとあの喧嘩したくなっちゃう、やめていきましょう。そのブレイキングダウン見て強くなる気分やめとこまじで、うん、一番恥ずいから、一番気持ち悪いです。いや、ちょ、早い早い、こいつ初速が早い、なるほど、ボルトとは逆のタイプ、ボルトは収束が早い、ボルトはあの後半からペース上げていって、あの世界最速の男、うん、ウサイン・ボルトを超える記録を出すやつはいつ現れるんですかね。いつ8秒台出すやつがおるんですかね、はい、待ってます、はい、OK コニー、 OK コニー、あのちょっと後であのそういうシーン来るから待っといてね。
そういうイベント来るから、うん、お前の出番は後でもうちょっとで振るから大丈夫大丈夫、うん、じゃあなんで休憩すんなお前、何してんねん、休憩すんミカさん、お前ミカさんエスプラ選挙、お前じゃん、完全にお前タバコ休憩してないやろ、お前やめとけ、お前実況者ちゃうんやから、お前やめとけマジで、ほんまに OK、 ちょっとジャン使おう、 OKOK、 うん、全然急ぐ気ないと思うね、ミカさん、お前のレベルやったらお前一撃で倒せるやろ、お前何、お前ハンネスさんと協力して、お前ちょっと思い出浸ってんねん、お前感傷に浸んな、おいお前やったら一撃で倒して、お前ガンガンいけや、倒したぞこれ、あそっか、ハンネスさん弱えなこいつ、ハンネスさん時間かかりすぎちゃう、ハンネスさんベテランのくせにアレンと同じレベルやからな、うん、ベテランのくせにマジで、じゃあハンネスさんついてこい、お前とりあえず、こいつら休憩すなってお前らな、え、じゃあ別に心臓捧げる暇あったら、攻撃してくれへんか、うん、いらんからそんなん、心臓捧げる必要ないわお前ら、うん、もうハンネスもあの後で死ぬんやからさ、大丈夫やって、いけ、そんな一本の木にそんなついたらさ、折れるくないか、大丈夫か、誰やねんお前誰や、誰や、あ、コニー、うん、ユミル、ブスよなマジ巨人ユミル、もうちょっと可愛かったら、うん、どこだ、なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ、確かに確実にクリスタを探してる、クリスタ、え、クリスタちょっと待って、こんな巨人と戦ってこんな綺麗な、え、クリスタ、彼氏とのデートぐらい綺麗やねんけど、うん、見たことないけどそんな、うん、クリストまで連れ去られるわけにはいかない、連れ去られたってマジで、うん、連れ去られたってマジでちょっと反応遅いねんけどごめんな、うん、クリスタでちょっとクリスタでちょっとリアクションしてたからごめんなさいね、はい、助けに行ったねんな、ちょっと待ってくれ、なんやの救援は、おい誰やねんお前、おい、これ大学生、おい、マッシュル向かっての大学生、おい、いっぱいおるぞお前みたいなやつ、うん、 OK、 討伐対象は貴公子のみ、貴公子のみ、通常者は無視せよ、あ、じゃあ貴公子とミカサ任したわ、うん、ちょっとビビってるんで助けたろお前、名前ないのに、 OK、 ちょっとウォーキングしてる、ちょっとこの巨人ウォーキングしてんのかお前、ちょウォーキングすなって、おい、ウォーキングしてんの、腕振りながらさ豪快に振ってたで今、うん、あ、じゃあ何してんねんおい、何してんねん、そんな気に向かって歌んで、あ、女の子やったら即座に助けます、はい、女の子は即座に助けます、はい、男女差別するんでごめんなさいね、はい、うん、無視無視無視、オッケーオッケー、助けたからもう無視無視、うん、いいよ全然いいよ、うん、ちょっと待ってくれよ、まずちょっとガス回復しようか、何今の人体って不思議、人体って不思議だ、うん、アリさんとか見てた今アリの行軍見てたか今、お前アリの行軍見てました、お前、うん、その幼少期の一番おもんない遊び、アリの後を追う、アリが歩いてるとこを見る、一番おもんないやつ、 OK、 ここ来たで、大型の貴公子、ミカサ任したわ、うん、もう俺じゃ無理やから、まあ、でもとりあえず助けたいんか、あぶね、こいつマジか、まだ初速が速い、これウサインボルトと逆、ウサインボルトの逆やわこいつ、初速すげえなこいつ、エルヴィン、マジかよお前、エルヴィン団長、お前絶対あかん、絶対許さへん、エルヴィン団長ハゲに囲まれてる、エルヴィン団長めっちゃ食われてるよお前マジかよ、エルヴィンマジかよお前、意外と弱いのエルヴィン団長、指揮系統だけ、指揮系統だけですか、ベテランの雰囲気出しといて、いやベテランの雰囲気がベテランやねんけど、うん、エルヴィン捕まりすぎちゃうエルヴィンどうしたお前、指示に手一杯なんか、他人の指示に手一杯なんかお前、うん、まあまあ大丈夫なやったらええけどさ、この白馬くれへんかエルヴィン、誰か、ちょっと待てよ、馬乗る、でね、ちょっと待て、一旦逃げさせて、あー、ここ拠点ちょっと行かしてくれ、うん、ガスがねえわ、うん、ちょっと直腸からガスがなくなってもうたから、うん、汚いけど直腸のガスは完全におならやねんけどね、うん、ちょっとごめんなさいね、うん、OK、エルヴィン死んだ、お前どこへ、ちょっとバグ、あ、ただの空間交流、
いる、これ。いる。ちょっともう、しか言われへん。語彙力がない。ごめんなさい、こんな恥ずかしい男で。ごめんなさいね、はい。すみませんでした。あ、馬ちゃん。馬ちゃんもお前、あ、エルヴィン団長やった。エルヴィン団長の馬やねんな。ごめんな。うん、パクろうとしてもだ、ごめんな。馬ぐらいいいでしょ、もうこれぐらいの過酷な環境なんやったら。うん。別にパクってもバレへんでしょ。うん。セット余裕でするからね、ゲームやからこれ。うん、オッケー。エルヴィン団長大丈夫か、あと。オッケー、かっこいい。かっこいいシーン。かっこいいシーンが全然できへん。操作忘れてるが、操作忘れてるが。どこの方言使ってんねや。とりあえず調査員助けるべ。やるしかねえだろ。うん、エルヴィンに協力してやんな。これ全員倒したらええねんな。これ全員倒す系はね、もうこれカットなんだな、これ途中から。うん、重要なシーン来るまでカットしていいか、ここから。うん、カットするわ。ちょ待て待て待て、あと3秒しかない。ちょ待て待ってくれ待ってくれ。こんなうんちしてるやつに負けた。うんちしてるやつ討伐できんかった。失敗やん。うんちしてたやんお前。うわ、黙ってやったのに。ね、こうハッスルしてる、ハッスルしてる。バリア、これバリアしてた。逃げられた。失敗、逃げたのに、逃げたのに、なんでやねんおい。何この 0.1 秒の差。ふざけんなよお前。もうこれ2回目やで。お前が何やねんこの 0.1 秒の世界。これおい、この刹那の世界、この 無理やろおい。めっちゃこのクエストめっちゃむずいっすこれ。これ1ヶ月ぶりに進撃の実況する俺にはめちゃくちゃ難しいこれ。うん、慣れてるやつだったら余裕できると思うけど。クソが、もうちょっともう一回やるわ、ごめんなさい。はい、オッケー、最後もこのウンチングスタイルいくで。マジでマジでふざけんな、マジで。なんで俺このクエスト3回やらなあかんねんボケ。おい、なんで俺この便座スタイルに負けなあかんねん。ガチャ、なんやねこいつ。何、神に祈り捧げてたんかお前。何しててんお前。まあいいでしょう。うん、めちゃくちゃ難かった。まあ行きましたね、イベントです。はい、いいね。なんかバリアしてんのかな。そりゃ無理があるぜベルトルト。じゃあ、しつけるなんて不可能だろ。まあ出てこいよ。出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。それ言うよな。ずっと騙してたのかよ。うん。お前ら今まで何考えてたんだ。すごい窮屈そう。それで十分。厳しい。ベルトルト。誰が。うん。人なんか殺したいと思うんだ。ベルトルト。ただ身長でかいだけやと思ってたけど。確かにみんな騙した。うん、謝る資格なんてあるわけない。うん、けど誰かお願いだ。うん、誰か僕らを見つけてくれ。何言ってんねこいつ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、返せ。お前は敵だ。俺はミカサ並みに冷酷やぞ。すごい顔。すごい顔してたね今ね。感情がなくなってた。うん、どういうつもりだエルヴィン。巨人を引き連れてきやがった。エルヴィン、お前普通に食われてたのに。お前普通に噛まれてたのに。エルヴィン、やることはやんねんな。うん、やることやるだけやんねんな。さすがです、ありがとうございます。はい、ユミル。ユミル倒そうのこれ。マジでユミルと対決。まあでもユミルは多分、まあ目型とかよりは弱いかな。うん、状況おかしいわ。ユミル最強だこれ。これユミル最強やこれ。おかしいわこれ。うん、ムービー外攻撃してきたもん。これ最強だこれ。ユミルが最強だわ。うん、目型とかひじゃねえわ。うん、逃げたいです。回復ないの。終わったわ。ユミル最強やこれ。うん、ユミルが一番強いわ。うん、これ卑怯やもんこんなん。ほなあいつの叫びでこの
この巨人が動いたってことやろ。でも強すぎるわ。うん、噛まれて食われてもうたわ。美味しい俺。ねえ、カニバリズム好き？それ大好きなの？俺美味しいこれ。うん、人間ってどんな質感してんの？肉の卑怯やね。うん、ユミル最強やったわ。もう一回やります。はい、じゃあ僕も何喋ってるか分からんから、ちょっと待てよ。もう許しません。はい、あなた許しません。はい、あなた許しません。はい、ぶっ殺します。はい、ぶっ殺します。お前やね。お前やね。はい、お前殺すよ。はい、お前が悪い。うん、あ、なんかスクワットしてるけどお前が悪いわ。うん、スクワットしてるとか砲撃します。うん、お前が悪いです。死んでください、早くね。うん、ユミルのイベント来るからね。まずお前を潰さないで。めっちゃ強ないこいつこれめっちゃ強ないこのスクワット巨人めっちゃ強ないか、おい。これどうなってんねや、おい。勝手に死んだわ、なんか兵士が。これめっちゃ強ないか。うん、逃げる。オッケー、危ない。オーガー、オーガーオーガー、急になんか鬼出てきた。危ねえマジで。てかめちゃくちゃ強ないか、スクワット巨人どうなってるんやマジで。 ありがとうな。名前知らんけど、モブが上から言わんといてくれ。モブに俺厳しいから。うん、だってモブ可愛くないもん。やっぱ可愛くないやつに厳しいんで、ごめんなさい。はい、とりあえずそんなことないで。まあそんなことあんねんけど、待って、待て、馬切っちゃダメ、馬切っちゃダメ。じゃあ子判定、馬ちゃん判定むず。馬ちゃんよかった。まず、ちょ、もうエルヴィンゴミマジで。なんなんこいつ、巨人連れてくるだけ連れてきて一人で戦ってるし、二人か。エルヴィンゴミやわこいつ。なんなんマジでお前お前巨人と戯れてんちゃうぞお前。な食われ、まあ、仕事はしてるけどさ、食われた意味ないわ。食われた意味ないよ。主導台ね。オッケー、まあ、とりあえずこいつ倒す、こいつ助けるか。うん、倒して巨人。エルヴィンマジでふざけんなよ。エルヴィン巨人連れてくるだけ連れてきてさ、食われとるしなマジで。うん、それはお前実力に見合ってないんちゃうんかお前。うん、あれか、なんかワンピースのスパンダムみたいにさ、役職だけ すごいんちゃうんかお前。そんなことないよね。うん、俺の知ってるエルヴィンもっとすごかったで。めっちゃ食われてんだよお前。もうちょっと頑張ってくれ。あそこにユミルおんねんな、多分な、左奥に。まずこいつ助けるか。休憩しやんといて、お前ら、仕事してくれ。オッケーオッケー。俺が来たら仕事してくれんねんな。クリスタは休んだダメやで。クリスタどこ見てんの、うん、クリスタどこ見てるんですかね。わかりません。ユミル討伐していいんか、これ。オッケー、完全討伐。ちゃんと野良も使っていくんで。野良ってなんだ俺、兵士のこと野良って言うと思うな。ごめんなさい、はい。ごめんな、 D ランク、うん、ごめんな、うん、多分俺がこの進撃の世界来たら多分 F 以下やと思うけどね、うん、ゲーム実況者なんで全員 F 以下やと思うけど、運動してないんで運動してないんでね。はい、どこ向かってんねやこいつら。うん、これユミルはどこ、これじゃないの。うん、あ、こいつ、オッケーオッケー。まず、採掘拠点を立てて回復して、オッケーオッケー。助けに行こうか。ユミル倒しましょう。オッケー、完全討伐ね。いいね、連携いいよ、連携いいよ。まずユミルの周りの、男を潰す。うん、男を蹴散らす。うん、男いらないよ。ユミルに男いらないよ。ユミルは女の子で十分だよ。まずこいつ、うん、このミカサのこのな、なんていうか、きっぱりしてる感じいいわ、マジでいいわ。うん、あとユミルのことを狙い撃ちすぎ、お前ら血も涙もないやないか。なんやこれおい、ユミルの周り飛びすぎやろお前。精鋭で強いわこいつ、強っ。トークしてる場合じゃない、トークする暇もない、いとまがない、強ゴリ押しのユミル、強ゴリ押しのユミルやお前。なんやねんおい、そんな連撃できたん、そんな連撃できんの、すごいね、すごいね。うん、オッケーオッケー、よかった、あった。ちょっと待てよ、まずユミルの周りの巨人蹴散らそう。あー怖い、ユミルめっちゃ強いなおい。
なんでしかも、なんでしかもアルミンとか狙わずに俺狙うの？え、そんなに俺のこと好きじゃなかったん？そんな友達じゃなかったんかな？そういうことですか？それが一番悲しいねんけど、それやったらマジ一番悲しいねんけど。だってずっとさ、周りにアルミンとかサシャとかおってさ、ずっとなんかお前と戦闘してたやつを差し置いて俺を攻撃してきたからな。え、そうやん、ほら、おかしいやん、これ、おかしい、逃げる、ごめんなさい、ごめんなさい、ほんまに逃げさせて、すいませんでした、あ、OK、周りのやつ頑張ってね、ほんまに終わってます、ちょっと待って、あいつ、強すぎ、ちょっと待ってくれ、あいつ強すぎ、エルビアの休憩せんといて、うん、あ、ちょっと、ちょっと、やばいです、すいませんでした。まず補給、補給で回復で、なんとかなった、OKOK、まず、もう、ユミルぶっ潰す、ユミルとりあえず、ユミルとりあえず死んでくれへんか、もうユミルいらんわ、可愛い枠はもう他で十分なんよ、ユミルバグってるかな、そんなことないか、大丈夫か、こいつ容赦なさすぎやろ、マジで、ほんまに、友達ちゃうんか、俺ら、おい。全員友達ちゃん、オッケー、今じゃ、みんな今じゃ、今を攻撃しろ、こいつは耐久力がない、ぶっ殺せ、マジでお前許さへん、お前、うん、俺に一回コンティニューさせた恨み、ユミル、もうイベント倒さんでええやん、全然あいつ強かったな、マジで、もういいとこなしやん、エルヴィンな、無駄に巨人連れてきて3回食われて腕食われる、もういいとこなしやん、エルヴィン団長、まあ、とりあえず行けお前ら、うん、エルヴィンが死んでもしゃあない、これは、あ、今で、いる、このシーン、あ、いる、全然いる、うん、全然必要やった、ごめんなさい、エルヴィンのファンの皆さんいる、すいません、はい、ちょっと待てよ、めっちゃ強いわこいつ、うん、そしてエルヴィンのイベントにちょっと気を向けることができへんねんけど、こいつが強すぎて、うん、なぜなら、あ、ちょっと待って、あいがんといてね、ちょっと待って、あなたはエレンとユミル、ちょ、前線基地、ちょ、回復がないよ、終わってるよ、これ終わってるよ、ちょっと待ってくれ、終わったよ、これ終わったかもしらんよ、ちょっと待ってくれ、強いよ、ちょっと待ってくれ、一旦休憩、これ時間無制限なんで、はい、一旦休憩させてください、はい、この攻撃してダッシュ、いける、うん、オッケー、ここ来た、攻撃してダッシュ、オッケー、いやー、危ねえ、よかった、早く、うん、休憩せんといて、お前ら、うん、仕事しようね、うん、今も、で、休憩すんでたら、エルヴィン団長助け立ってくれへんか、うん、一応俺らの団長やね、うん、あんないいとこなしの団長やけどさ、うん、ちょっとかっこ悪い団長やけど、うん、声がええねん、とりあえずね、声よければ全てよしやから、あぶねえ、もう許しません、こいつ、うん、許さん、で、もう捕まえる、捕まえられへんか、捕まえろ、なんか入らんか、オッケー、あぶねえ、来た、三角邪王演説国リハタイム、え、全然ダメージないやん、あぶねえ、クソがマジで、もうミカサとか何してんの、お前らな、仕事してくれへん、あと討伐したくない、ガッチャンしちゃったわ、うん、気持ちとは裏腹に行動が出ちゃった、校内見せんといて、あと口きたな、こいつ口きたな、ユミル口きたな、タンいっぱいやん、ノリいっぱいやん、下の上にノリいっぱい、うん、めっちゃ難かったわ、アルミン、いいの、お二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って、え、仲間、兄を置いていくの、兄なら今、うん、地下深くに幽閉されて拷問を受けてるよ、最低こいつ最低、兄の体には休む暇もなく、うん、様々な、アルミン最低すぎる、ナイス、あ、いいとこあった、エルヴィン団長、いいとこあったみんなこれ名シーンです、はい、エルヴィン団長の腕切りシーン、
ナイス。腕取れて腕切る。あ、ガチャ終わった。音声ないねんけど。いや、やりましたね、皆さん。突撃ということでね。めちゃめちゃ難かったわ。これバグってる？これゲーム音ないねんけど。音声ないねんけど。あ、超高質レアメタル。あ、採掘してたんやね。なるほどね。あんな3回ぐらいコンティニュー、4回か、4回コンティニューしたのに、普通に宝物手に入れてたわ、俺。宝物手に入れてました、はい。ありがとうございます、はい。あと、好感度も上がってます。お前ら何しててん、マジで。ミカサとかお前、強いくせにお前。強いくせにお前。一切ユミルに勝ててなかったやないか。あかんやんけ。ん？エレンを奪還できた。奪還できたで終わりなんこれは。あ、次のシーンってことか。なるほどね。こんな状況の物がつくのが情けないような、ほっとするような、と。でもそれは人間として普通なんちゃうか。ライナーたちは私を連れて行こうとしていた。私が行けば、ユミルの命は助けてもらえるかな、と。自分の命よりユミル助けんねんな。ただ、ユミルは、自分の命優先してたけどね。さっきのシーンで。あ、ユミルじゃなくて俺やったわ。そんなユミルはしません、はい。俺みたいな現実の人間ちゃうんで、はい。アニメの漫画の世界の人間なんでね、心優しいんで、はい。ライナーちゃん本気だ、でも、もうほっといて逃げるしかねえんだと。敵やからね。この状態で戦闘続けるのは無茶だ、なんとか撤退するしかねえよと。あ、モブリと何してたんお前。モブリと一切出てきてなかったで。エレンは人類にとって貴重な存在だと。ごめん、モブリとはモブやから、一行飛ばしてもうと、ごめんな。あとは逃げるだけだ、必ず生きて帰ろうと。ちょっと装備にさせてくれんか。装備ないんかこれ。あ、ないんか。あと3人の話も聞くか。ミカサ、ライナーちゃんまだ追ってくるだろうけど、エレンは必ず守りきると。この状況で逃げるしかねえ。俺が捕まってるせいで何人もの仲間が犠牲に。あ、エレンめっちゃ元気やね。そうか、エレンも完全に回復してんのか。よかったよかった。あいつはそれぞれが生き抜く術を持っている。ハンネス、お前、お前が死ぬのは次回のパートかな。お前が死ぬのは次回やわ、ごめんな。もうちょっと終わる気まんま、疲れたんで、もう、もう疲れたんで私、はい。エレンは絶対逃がしてる、俺の次回でも疲れたんで、はい、ごめんなさいね。てことでね、ちょっと今回ここまでにしたいと思います。いいシーンやね。俺全く関係ないけど、この4人に俺全く関係ないけど、ただミカサと髪型似てるだけやけど、まあいいでしょう。はい、ちょっとね、いいシーンということで、はい。セーブしましょうか。もう 92%？ もう終わりやんこれ完全に。確かね、これね、皆さんね、これもうちょっと最後の話になっちゃうんですけど、これアニメシーズン3までやってるんですけど、シーズン2から3、このちょうどね、このライナーからエレンを助けたあたりまでアニメシーズン2なんですよ、確かね。で、そっから3からは、これ主人公出てこへんねんな、主人公ってこのゲームの俺ね。まあ、俺出てこへんねんけど、まあそれでも、まあいいよね。もう俺なんていらんし、俺なんてでかいだけどお構いし、まあ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 、次回、次次回ぐらい、もう次回のバトル終わるかもしれん。次回、次次回ぐらいでね、多分シーズン3も行っちゃうんで、まあ、主人公はもうあと1、2回の出番、悲しいね。せっかく作ったのに、全然やる気もなくて、全然思い出もないねんけど、こいつに、だって1ヶ月に1回しかプレイしないんで、まあいいでしょう、まあいいでしょう、はい。見てくれてありがとうございます。次回お楽しみに、バイバイ、チュチュチュース。